こんにちは。2020年9月29日です。R243 を通りまして、美幌峠の方に向かっております。摩周湖第三展望台、そして売店の横を通り過ぎまして下っていきます。そして弟子屈町から右の方に入りまして、屈斜路湖の方に向かって走るルートです。まあ、ここもそこそこの距離ありますね。何キロぐらいあるんでしょうかね。20キロはないかな。20キロがちょっとぐらい、あります。そして美幌峠、屈斜路湖をぐるっと回りまして、美幌峠を登っていきます。その頂上に、ぐるっとパノラマ美幌峠という道の駅があります。まあ、そこで、コーヒータイムでもして一休みしてからということを考えております。結構美幌峠も天気良くて良かったですね。綺麗に下の方に屈斜路湖が見えます。中之島も十分見ることができました。そしてこの峠のところにこう階段状のこう登る展望スペースがあるんですよ。普通は中間っていうか一番下しか行かないんですよね。ですが今回は頑張って一番上の方まで、登っていってみます。まあ一番上行っても大した変わらないですよね。下から見ても一番上まで行っても、まあ、大した変わらないんですけど、まあちょうどいい運動であると、またせっかく来たんだからどうせだったら一番上まで行ってみようということで、頑張って登っていきました。登って写真を撮って下ってきた時にですね、お犬様がいたんですよね。犬が来たんですよね。で、犬もですね、はぁ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 言って、すごかったですよね。まあ、人間もはぁはぁ言ってんですけど、犬もものすごいはぁ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 言って登ってきたんですよね。まあ、あれには本当笑ってしまいましたけども、犬も結構きつい登りなんだなっていうのがわかりました。まあ、確かに高度が高いんですよ、ここね。高度が高いとこまた階段で上まで登っていくから余計酸素が足りなくて余計ハーハー言うんですけどね。なかなかここもすごいとこですよね。まあ、上まで行かなくてもよくて下でもよかったんですけども、まあ、上にも行ってしまえということで上に行って行かせていただきました。で、このぐるっとパノラマ美幌峠、中にこう食べるところもあります。お客さん少ないですね。車がちょっと止まってたんですけども、中は閑散としてガランとしてました。ちょうどお昼近かったんですけども、誰もまだ食べてる方が一人か、その前ですね、いませんでしたね。なかなかここは来るといつも霧のところなんですよ。霧と風がものすごいところで、とってもじゃないけど写真撮っても大変なところなんですよ。今日も天候良かったんですけど、結構風は強かったですね。風がビュービューしまして、もうスマートフォンが風で煽られて持ってかれるような、強風が、まあ、下の方から吹き上げてくるような、ところです。そこを出まして、これから美幌峠を下って美幌の町の方に、入っていきます。このルートも結構いい眺めですね。途中これ映ってないんですけど、右の方には車を休めるところですか、 RV パークと温泉施設なども用意されたところを通過して美幌峠に行きます。で、今回どこ行くかと言いますとですね、美幌を通って、北見に出ます。北見からまたこの前行った鞘のキャンプ場まで行こうかなと思います。総運橋の近くから左に入りまして、三国峠を下って、どこですか、しまり内湖の横の然別湖、しかり別湖、しまり内湖じゃないですね、しかり別湖を通って鞘のキャンプ場です。そこはですね、もうすぐ閉鎖なんですよ。9月の末で終わりということですので、終わりになる前ギリギリあそこで泊まろうかなと思います。ちょうどドコモの電波もですね、テレビ電波も何もないところなんですよ。当然真っ暗なんですけども、まあ、そこに行くと何にもすることないと、温泉に浸かって、上がってきたらもう編集作業だと、まあ、編集作業の隠れ作業やってる時温泉使ってるんですけどね、まあ、それだけのところです。泊まるところも結構いいですよね。車の中で車中泊なんですけども、静かですよね。まあ、キャンパーの方が5、6人いらっしゃったんで、まあ、人気があったんで、まあ、よかったですけどね。そこで一人で車の中で、カレーライスです。カレーライスを食べて、一晩過ごす。で、電波も何もないんで、音楽を聴きながら、DVD を見ながら編集作業をして、一晩過ごさせていただきました。当然結構寒いんで、もう FF ヒーターはもうついた途端にもうスイッチオンですね。で、車の中をもう温めていきました。外はもう出ますともうひんやりしますね。さすが寒いですね。で、キャンパーの方とちょっとお話をさせていただきました。なんか本州の方から来られたということで、明日苫小牧
前から帰るんだということです。軽自動車だったんですけども、オートバイを中に積んでました。車も結構たくさんステッカーが貼った方とお話しさせていただきました。これから美幌峠ですね、美幌峠の、動画の方になります。結構天気が良かったんで、今日は素晴らしい、撮影がすることができました。この道も峠を下った道ですね。結構いい道ですね。車の交通もほとんどなく、スムーズにこう走れるところです。道路の段差もさほどありません。非常に静かな道路を走っていくことができます。ここを走り終えますと美幌の町の中に入ります。美幌の町はちょっと複雑なんですよね。なんでカーナビを使っていかないとうまいことその北見の方には抜けていけれません。本当に美幌って本当に複雑なあれですよね。カーナビちゃんがあるから助かりますね。昔は看板を見ながら地図を見ながらキョロキョロしながら美幌の町を抜けたもんなんですけども、今だったらカーナビがちゃんと案内してくれます。まあ時々私のカーナビ狂うんですけどね、もう狂ったらもう電気を切っちゃうんですよね。電気を切ってしばらくしてまた電気を入れると正常に戻るということなんですけど、なんであれ狂うんでしょうかね。時々おかしなこと始めるんですよね。だから 100% カーナビちゃんを信用しているわけではありません。時々おかしな行動を取るんで、まあそれもいいんですけども、で、これがもう美幌峠でぐるっとパノラマ美幌峠道の駅です。そこに到着いたしました。これから歩いていきます。天気がいいんで、こうですね、ここまで来ましたね。ここでまたぐるっと動画で撮ってます。風が強くてビュービューいってますね。相当風強いんですよ。もうジンバルをしっかり握りしめて、撮ってます。スマートフォンで撮ると風の抵抗を受けるんですよね。だから吹くと思いっきりこうブレるんですよね。だからもうがっちり握って、撮ってます。これ笹がもうこれだけ揺れてますね。でこの美幌峠の看板はちょっと上の方まで上がらないとないんですよ。今回頑張って上まで上がったんで、この看板の撮影をすることができました。さらにまた上の方まであったんで、限界まで行ってしまえということでここを登っていくんですけど、ここが結構ハーハー言うんですね。酸素が少ないから。で下から上がってきた犬も思いっきりハーハーやってて、ちょっと笑ってしまいましたけども、これが屈斜路湖ですね。なかなかいい風景を見させていただきました。空は全く雲一つありません。非常に良かったです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。